地元長崎、井上正樹選手です。2日間走ってみてどうですか？状態はそんなに悪くないと思います。まあ、今日ね、中本選手の気持ちちょっと嬉しかったね。そうですね、結構早めに行ってくれたんで、はい、その分ちょっと垂れて、ね、残すのが大変でしたね。ちょっとそうですね、4コーナーちょっともう来てましたもんね、横にね、はい、野田選手が。で、明日は短期と思ったら香川さんがついてくるみたいな。そうですね、やっぱり一緒でもね、ついたら違いますからね。そうですね、はい、ここは試練やね。そうですね、まあ四国が強烈なんでね。じゃあファンに一言お願いします。精一杯、優勝を目指して頑張ります。応援してください。香川の香川選手です。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。2走してみて香川選手自身の状態面というのはいかがでしょうか？まあ、悪くはないんじゃないかなと思ってます。さあ、そして決勝戦ですが、四国勢が数多く勝ち上がりましたが、この香川選手の位置というのはどこになりますでしょうか？井上正樹につきたいと思います。最後は香川選手らしいコース取りというところを期待されているファンの方も多いと思います。正樹につききれるかどうかが問題になってくるので、まあ、綺麗に追走したいと思っています。それでは最後にもう一言、決勝戦に向けての意気込みをお願いいたします。まあ、自分がやってきたことを出すだけですね。徳島の島川正樹選手です。2日間走ってみてどうですか？まあ、調子自体はそこまで良くはないと思います。やっぱりちょっと感覚違います？そうですね、はい、調子いいなと思う時に比べると自転車にちょっと乗り心地が良くない感じがします。じゃあ練習の足出てないんですね？いや、練習も大したことないんですけど。いやいや、噂で聞いてますから。いやいや、全然もう大したことないです。まあ、明日も徳島3人ですよね？そうですね、まあ、先頭を任されたんで、まあ、思い切って仕掛けたいと思います。じゃあファンに一言お願いします。明日はもう先頭で頑張ります。応援よろしくお願いします。福岡の大坪浩一選手です。2日間走ってみてどうですか？そうですね、今回から新車なんですけど、まあ、日に日にちょっと合ってきてるかなという感じがします。初日もね、佐藤選手をきっちりかわし、そうですね、意外とちょっとギリギリだったんで焦りました。2日目野田選手のまっくり強かったですね。ついてみてどうでした？そうですね、あの吸い込まれる感じで行ったんですけど、ちょっと真っ先にやっぱ煽り食らってそこで止まった感じだったですね。で、明日はそうですね、また現に行きます。やっぱ四国勢が強烈ですね。最近島間にやられっぱなしなんで。そうですか、はい、はい、ファンに一言お願いします。あと明日精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。徳島の原田健太郎選手です。2日間走ってみてどうですか？まあ、そうですね、まあ、初日は人の後ろで、まあ、今回今日はもう自力だったんで、まあ、ちょっと違う感じだったんですけど、まあ、感触自体は悪くないのかなと思ってます。で、明日は島川君の番手で、はい、頑張ります。で、徳島3人ですから、はい、徳島地元で大注目ですね。あ、そうですね、はい。まあ、今日木村さんとラインで決めたのはすごい大きいかなと思ってます。そうですよね、はいはい。じゃあファンに一言お願いします。はい、明日も LINE で決まるように頑張ります。応援お願いします。徳島の木村選手です。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、この明日の木村選手、決勝戦の位置はどこになりますか？そうですね、あの強い、あの島川君と健太郎の後ろで3番手で頑張ります。この G1 でも大活躍のお二人の後ろ回るっていうところで、かなりこう楽しみなどもあるかと思うんですが。そうですね、あの島川君が僕ちぎる気満々だったんで、あの食らいついていきます。最後はもう徳島3人でという思いですか？そうですね、はい、あのワンツースリーできるように頑張ります。では改めて最後にもう一言、決勝戦に向けての意気込みをお願いいたします。徳島3人で、あの独占できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。福岡の野田選手です。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。あの今シリーズは復帰戦ということもありまして、初日はまあ少しレース感がというようなコメントもあったかと思うんですが、そのあたりというのは2走してみていかがですか？昨日はちょっと、自分の状態分かってなかったんで外持ち出したんですけど、まあ、今日はしっかりと自分の距離考えてうまく走れたんじゃないかと思います。そうなるとまた明日の決勝戦に向けてはいい感じでというような形になりますか？そうですね、まあ、今日2着入ったことで自信持って明日走りたいと思います。それでは最後にもう一言、改めて決勝戦に向けて一言お願いいたします。はい、決勝戦も全力で頑張りますので応援してください。